はい、こんな感じで食料買い込みました。はい、それでは男の簡単料理やっていきましょう。はい、ピラフ、先ほどのこれですね、こちらの袋に入れまして、それでは早速チンの方をしてまいりたいと思います。はい、こちら電子レンジ、まずはの入れの温め、これで完了ですね。あとは時間を待つだけ。本当時短ですよね。これって本当に慌ただしいビジネスマンとかにおすすめなんじゃないかなって思ったりします。はい、続いて、はい、それでは焼かる水を入れて、これであとは待つだけとなりましたね。うん、はい、カップラーメン、うん、こんな感じで自分のまあ別荘っていうか、まあ知人のお宅の別荘ですが過ぎていきます。はい、ただこういう自然っていうのはいいですよね、やっぱ。うん、なんていうか、こうやって大自然の中にいますとやっぱりこう心が癒される。はい、そしてブランコを借りて、はい、そしてあとは待つだけとなりました。ここのブランコでゆらりゆらりしております。ただまあ本当にこの静寂の中、やっぱ孤独っていうものを噛みしめるっていうところで、本当にこう一人時間、満喫できるしいいかなって思うんですよね。思考の整理とかにもなるし、やっぱり一人キャンプとかって流行ってるっていうところもなんか分かったりもするなって思ったりしております。あとは料理ができるのをお待ちしましょう。はい、完成しました。こんな感じです。はい、ここから実食していきましょう。はい、では実食いただきます。ちょっと関係ないけど、これ GoPro、 こんな機材も取り揃えてみました。ただあれ GoPro っていうところで、9発売したからちょっと8ヒーロー、これ古臭くなっちゃったので失敗したなっていう予感でした。はい、そしてこれピラフ、こんな感じ食べてみましょう。うん、うまい。これで150円。うん、本当にこれなら安いか。一人暮らしのやっぱり男性とかだったら自炊すると思うので、こういった安いもの、毎日のやっぱり出費っていうところを考えると、こういったのいいなって思ったりしますね。そうだね、これに、プラス何かあれ、からしとか食べるラー油とかいいんじゃないかな。あるような気がしますね。じゃあカップラーメンもそろそろかな。よし、俺まだか。まず、なんかあれですよね、料理とかの YouTube 多かったりして、まあ動画とかいろいろ皆さん本当にプロみたいな、プロ級の腕前披露してますけど、やっぱり自分はやっぱ底辺と言いますか、こういったレベル感、からでもうまいっすよね、これカップラーメンとかこういうインスタント即席系、本当に進化したなって思います。私事で言えばあれか、自分は8年ぐらいこう一人で生活してたりするんですが、自炊って、そうだな、簡単な、本当に自分その時もカレーとか、カレーライスって言ってもレトルト、そういったのを、内容っていうか、結構頻繁に食べてたなーって、思い出したりしますね。あ、そろそろいいかな。
まあこんなところで今日の動画は終了となります。はい、まあこうやってありきたりな職責系ですけど、断然明快にやっぱり働くお父様とかにはこういうのが便利なんじゃないかな。本当単身赴任とかそういったところでこういった優しいアイテムがあるっていう、まあご紹介になればって思います。またねー。